ホセ・アスルメンディオ・タイニは、スペインギプスコア県出身の哲学者、思想家、著作家。倫理、政治、言語哲学、技術、バスク文学、一般哲学など様々な分野で、多数の記事や書籍を執筆している。すべての作品をバスク語で執筆しており、バスク語からスペイン語への自己翻訳も行っている。アスルメンディは、バスク大学、イタリアローマ。 イギリスミュンスターで哲学と進学を学んだ。1960年代初頭には文芸雑誌、ハキン周辺で起こった文化運動に参加し、ハキン氏がフランコ政権によって初めて発行禁止処分を受けた際には発行責任者を務めた。雑誌の復興以来、絶えず雑誌と親密な関係を築き協力している。この雑誌では、 ヨーロッパの思想家の文脈におけるバスク社会の問題点を取り上げた。1970年代初頭には当時のバスク実習で熱心な議論がなされていた独立国家、社会主義、国際主義などの対象に関するバスク語による基本的な文献の普及に取り組んだ。1980年代には現代哲学の教授としてバスク大学で教壇に立つようになった。 バスク大学が夏季セミナーを開設した際、アスルメンディは設立者の一人となった。1984年には、モンドラゴン共同組合企業の創始者であるホセマリア、アリスメンディアリエタに関する論文を提出し、アリスメンディアリエタの計画は、社会主義とフランスの人格主義を組み合わせた、組織の下、個人と社会の団結を目的としていたと主張した。 1992年には、クラウディオ・サンチェス・アル・ボルノスによる文章への返答として、彼の代表作となる、エスペ・ノラグ・エータ・ユース・カ・アレス・テノックを出版した。この作品で、アスル・メンディは、スペインの知識人によるバスクについての固定観念に、対して反論した。21世紀初頭には、2006年の、エスペニアル・ニャリマズ、 2007年のフンボルト、イースクンツエータ・ペンツァメンジュア、2008年のボークスガイスト・ヘアリー・ゴゴアからなる三部作を出版した。2010年にはエウスカルツインディアから名誉研究員の称号を授与された。文芸雑誌、ハキンのメンバーであり、またハキン・イラクルガー役出版社の責任者でもある。ハキン・イラクルガ役は、アスルメンディの責任のもと40冊以上の書籍を、 出版している。また、暮らしアク出版社とも共同しており、暮らしアク者は様々な哲学的作品のバスク語翻訳を出版している。アスルメンディは単なる解決策以上に問題点を考察する知識人であるアスルメンディの随筆は現代ヨーロッパの話題を扱っており、深さと知識に満ちている。アスルメンディはヨーロッパの思想家、特に ドイツ人思想家の哲学や思考を取り入れている。アスルメンディの文章はしばしば論戦上となる。アスルメンディはバスク地方で最も博識で多作な思想家の一人だとされている。イングマと呼ばれるバスク科学コミュニティのデータベースにはアスルメンディによる180以上の作品が登録されている。ありがとうございます。